あ、いらっしゃい。みなるちゃん、みなるちゃん、みなるちゃん。はい、ごめんね、あ、もういかんでいいでな。ここに入れてしまうと、もう真っ黒になってくんねん。で、これはまた別に入れといて使うの。お、よし、あ、ソース。もうここに入れるだけ。あとね、揚げたらね、この吉田ソースの中に黒酢とお砂糖だけ入ってんの。で、もうかって適当に入れるだけだから別に量は何ぼでもいい。で、こうしてね、こあの片栗粉を使わへんね、くず切りを使うから、私こんなしていい。昔はこんなんで売ってたから、今はアマゾンから。これをべちゃべちゃにならんようにこうして照りを出すの。これ飴みたいね、うん、で、この時点でさっきちょっと切って入れるの。これね、で、これを絡ましたら美味しく、これあのサラサラみたいにならないで、食べるときチンするでしょ。な、美味しい色になるやろ。はい、うん、はい、綺麗でしょ。